こんにちは、つっちです。今回は、沖縄県、金秀喜瀬カントリークラブ。海かじコースの5番ホール。レギュラーティーからピンまで140ヤード。ショートホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、2024年、日本女子プロゴルフ選手権が、開催決定しました。5番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、グリーンが池に囲まれているパー3。喜瀬別邸が間近に立っているため、風の流れが様々に変化する。奥の池に注意して正確なショットを。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。海かじコースの5番ホールはパー3。レギュラーティーからピンまで140ヤード。ハンディキャップは7。グリーンが池に囲まれているショートホール。難易度は18ホール中16位。平均スコアは 4.28。平均パット数は 1.99。客切りの人は1オン2パットのパー3チャンスです。海かじコースの5番ホール、パー3、レギュラーティーからピンまで140ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、グリーンが池に囲まれているパー3、喜瀬別邸が間近に立っているため、風の流れが様々に変化する、奥の池に注意して正確なショットを。海かじコースの5番ホール、パー3、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ゴルフ場の週間天気と、今日、明日、明後日のピンポイント天気をお届けします。気温、降水量など、基本情報だけではなく、プレーに役立つオリジナル天気予報も。風の強さと湿度、気温に応じたゴルフエンジョイ指数を1時間ごとにお知らせします。ゴルフ場のピンポイント天気予報をチェックし、今すぐゴルフ場予約、コンペ予約をしましょう。次回は、海かじコースの6番ホールについての動画を投稿します。見逃したくない人は、チャンネル登録してお待ちください。